はいえー、では本試験で思考停止を防止する3つ方三つの方法というところで、えー、ちょっとガイダンスのをさせていただきたいと思います担当は歴史に来るベンチしたおはです皆さんこんにちはじゃ前半はの私の方からまあ、担当を中心にちょっと話をさせていただこうかなと思いますでえっ、ー、とまあまあ、ガイダンスというところで今日全体の話なんですけれどもまあおしてま個別相談なんかもうちょっといろいろとお話をさせていただいてましてまあ、この時期というのは あの残念ながらまあ何ん,んですかねえ合格皆さん合格体験記って読むじゃないですかまあ日本のことねあると思うんですけど我々講師ってあの不合格体験記が残念ながら来るんですよ要するにダメだったっていう話がまあ結構来て要するじゃあ何をもってしてダメなのかっていうのを実は結構あの我々見てるんですねそこからまあじゃあどういうパターンの時にちょっとダメになっちゃうってい思考停止する。 ということは、まあ、そこで問題解けなくなっちゃうっていうところですから、まあ、そこをまあ防止するにはどうするかっていうところで来年に向けてねちょっと話をさせていただこうかなというところですね。でその前に、まあ、多分今日ガイダンス来ていただいている方はですね、まあ テスト自体は当然受けられている方がほとんどじゃない方で、まあ、中には入門生でねまだこれからだという方いるかもしれませんけどオウムい大体まあ今年一応担当受けてみたとで、えー、なかなか歯が立たなかったということが、まあ、多いんじゃないかなという気がするんですねでその時に、まあ、せっかく試験を受けているのでいろいろ復習をしていただきたいと思うんです、ねまあ、復習っていっても問題を解き直すということではなくて来年に向けてどうするのかというところをしっかり意識してほしいなというところなんですねであの私の方のレジュメなんですけれども 一番後ろのところに本年度の復習とあの来年に向けてというところがありましてでちょっとここの話をしたいと思うんですね。で、まあ、今大体個別相談来た時に、まあ、これその場で書いたりしていろいろ話すことがあるんですけれども、まあ、来年に向けてどうしていくかというところですね。で、まあ、下が問題のちょっと話で,で先にちょっと上の話をしたいと思うんですけどでこれ何かと言ったら。 まずですね、まあ左が今年っていうところで、これは来年の目標にしていただきたいんですけど、皆さんがね、去年、まあ担当試験終わった後、もしくは入門講座始めたぐらいから、今年の担当試験に向けて、全体の学習時間、総学習時間が何時間あったのかなっていう、っていうところですね。例えばまあ1000時間とか1200時間っていうのがあるかもしれませんけど、まずご自身の勉強時間が何時間あったか。で、かつ、 平日,これ平日は直直前前じゃないよ直前はあの結構皆さん勉強時間取れてるのでおおむねだから昨年末ぐらい12月とか11月ぐらいの時に平日の平均が何時間勉強できていてで休日はあの平,日平均何時間やってたかとだからまあ土日で例えば土曜は5時間やってて日曜日やってないとしたら2.5時間になってしまうんですけどもまあそれで何時間やってるのかな、まあ平日と休日の時間が分かれば、まあ、1週間の学習時間が分かるというところになりますね。 でそこもあのまずしっかりご自身で例えば記載していただいてであとは、まあ、過去問の学習回数とかですね、えー、書いてあるんですけどこれが過去問を何回できたかっていうところですね去年本試験に向けてで過去問の学習として、まあ、全体で書いてあるのは、まあ、4歩下3歩を含めて何回回せたか何回できたか、ね、例えば、まあ、5回ぐらいやったよとか、はい、いや2回ぐらいしかできなかったと、うん、でその中でも過去問の学習回数って衣装衣装法について、えー、何回やったか。 でパリ条約について何回やったかいやまあそこは気にしてなかったなとしたらこ特に書くことないと思いますけど、まあ、いや衣装はちょっと重要だから6回やったとかパリ条約だけ8回ぐらいやったとかっていう、まあ、それ人によってあるんですけど、まあ、そこで回数ですよねであとは、まあ、担当の過去問の1週目、ね、1回、まあ、とりあえず一通り終わったよと、まあ、4本でいいんですけど下3本じゃなくてね4本についてはいつぐらい終わったのかと例えば、まあ、12月の上旬ぐらいに終わったかなとか。 まあ人によよってここも違ううと思うんですよで逆に下三法はいつ本格的に勉強開始したかとで自分の理想としては、まあ、2月の大体中旬ぐらいからって言ってるんですけど、まあ、こういう書き込みをあの結構個別相談であの書いてもらうんですね。うん、でこれなんですけどあの受からないパターン、まあ、結構個別相談でお話しされているってことは担当の試験取れてないんですけど受からないパターンのまず典型的なパターンなんですけどまずあのこれが書けないんですね。 まあここはまだしも総学習時間がわからない要するに去年どれぐらいやったかっていう人があの受からないパターンでは多いですこれ。で結局勉強時間がどんぶり勘定なんですね。 でこれよく言うんですけど通常さ企業とかもそうですけどお金っていうのはち,ょちゃんと帳簿をつけて、ね、あの経理がいてでちゃんとこう管理するわけじゃないですか利益がどれぐらい出てるか、まあ、いわゆるどんぶり勘定でよく分かんないけど今年は儲かったよねみたいないうことはありえないですよね。そんなことはで会社潰れちゃいますからにもかかわらず皆さんの勉強時間ってすごくどんぶり勘定なんですよ分かんないです結局あの今週はやったとか今週はできなかったみたいないうところでその可視化を全然してないんですね。 勉強時間だから例えばじゃあ今年点数が取れなかったじゃあ来年どうすればいいですかってった時の目標は立てられないんですよ今年どれぐらいやったかがもう分かってない。ってなるとやっぱりまずあのその学習時間のこの可視化っていうところをしっかりしてほしい、うん、平日何時間休日何時間やってまあ全体時間までちょっと今パッと分かんない例えばまあ人によってはねいや「スタディープラス」つけていてそれを見りゃ分かるとか。 いうことあるかもしれませんけどでもやっぱりあのここって担当試験例えばこの人とある受講生がまあつぶやいていたんですけれどもやはり1年目の方で46点ぐらいだったかなと取れた人が、えー、とそのまあスマートのちょっと自分の入門なんですけど、まあ、1,400時間ぐらいって書いてありましたが1,400何時間かちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、それぐらいの勉強時間だってまあちょっとアップしていたと。まあ、自分の場合は講座の時間とか移動中の時間とか全部含めていいよって言ってるんで。 あの勉強時間多めの方がが、ね、モチベーション上がるでしょだからあんまりシビアにやらないで、うん、要するにまあちょっとでもやればそこで勉強したってカウントしていいよっていうことをしてるんですけどまあまあそれで1400時間ぐらいその人やったって書いてましたかね、うん。なのでまずそこをしっかり来年に向けてはその勉強時間ってところを見えるようにしてほしいでそれをやると例えば今週勉強しなかったね1週間、まあ、よく私1週間20時間って言うんですけれども20時間って目標に届いてなければその次の週はしっかりやんなきゃいけないですから。 そこのちゃんと強弱をつけてほしいっていうのがまず一つですね。で次に過去問の学習回数なんですけど、あのここの回数がやっぱ少ない人は点数が悪いです。で回数が低いと何かつっ,ったら、私は一つの基準は三回つとるんですね過去問については。で一回目はわからない問題をあぶり出す作業。で二回目はわからない問題を潰す作業。 で3回目で最後確認する作業なので、まあ、少なくとも3回はやらないと話にならないというところなんですけれどもあのここについても、まあ、大体わからない人はいないですねあまり過去問については何回やったかちょっと覚えてませんとしてはいないんですけどやっぱり受からない人で一番多いのが12回ですね1回とちょっとですとか全部通してやったのは2回ぐらいですっていう方がやっぱ多いってことになります。でここについては今度回数が多い人と少ない人でやっぱり違いますね。 あの回数が5回6回やってるけれども点数が取れてないっていうのはまた別の原因があるのでただおおむねやっぱり担当の回数が少ないです過去問の回数というところいうとこですね。なのでまあその辺がちょっとよく私が見ている指数っていうかの基準ですかね。だから皆さんもちょっと当てはまるのであればあのそこは意識をしなければいけないということになります。 であとまあ下問題別分析っていうのはこれ何かっていったら、まあ、これ ABC っていうのが私のちょっと主観なんですけど A は解けてほしい問題 B はまあちょっとあれかなあこれ中に書いたんだえっと,ちっと,ちっと、えっと、2ページのところの弱点分析の子こ,こに書いてありまして、まあ、A ランクはまあ簡単に言えば過去問の論点から解けるっていう問題ですよ。だからまあ少なくとも正解の段は特定できるんじゃないのと。で C ランクは多分厳しいだろうと。 うんまあ、ちょっと受験生が単独で答えパッと出すのはかなり厳しいよねっていう問題で,でその真ん中が B ランクですかね。うん、だからまあ一概には正解出せないんだけど合否を分けるためにはここまでできなきゃいけないということになってこれを例えば自分でこうできた問題は丸つけていくんですねこれできたこれできた赤の方がいいやあのこれ間違えたこれ間違えたこれできたで最後に、えー、と例えばここ丸については7問あって×は3問とかっていう形でチェックをしていくと自分が ABC どこ間違えてるか。 とというところが分かってくるとでやっぱり A ランクの問題は極力拾ってほしいっていうところです。やっぱです。合格者を見てるとやっぱその A とかっていう問題についてはほぼ拾えてるというところになります。で A, も A ランクの問題っていうのは結局何かといったらもうこれ過去問なんですよ出てるところは。だからまずはやっぱり過去問をしっかり抑えるっていうのが来年に向けてあの正しい考え方なんですね。でちょっと まあの自分のちょっと講座で、まあ、担当解放っていうのをやってるんですけどで実は私って大体まあ担当を受ける前からこの受験生ってあの大丈夫とかだめだなっていうのが分かるんですよ一つでそれは何かって言ったら自分の,まあそのまあゼミとか、えー、と講座とかってあの帰れません歩行っていうのをやるんですね でこれ麻酔方向っていうは何をやってるかっていうと担当の過去問の枝を15枝出すんですよ帰りだま体担当開放って夜9時までやってるんですけどで9時までやってであの最初の方はちょっと質問対応してるんでやんないんですけど最後のこう仕上げの時期になるとその方向をやるんですねあの生の方はで9時になってあのまあ都合が、まあ、悪い人は書いてますけど、まあ、やる人は大体やっていくっていう形で15枝出すんですよ担当の去問であの終わったら持ってきてもらうんですね で終わっっったらら持てててもらって終わればそれで帰れるんでまあまあねあの9時に終わって9時5分には帰れるんですよ順調にいけばね <laughs> まあありえないですけどでその時に15枝全部過去問の問題だよ15枝全部過去問の問の題ですけどこれ全問正解する人ってほぼいないんですよあの過去問と同じ枝なんですけどなぜかと言ったらやっぱ人間って不思議なもんであの過去問種のあの形ね5枝あってレックの <laughs> あれだと正解出せるんですよ誰を問題をばらして出すと意外にできない でここが本当にもうこれ例年言ってるんですけれども「帰れません」の歩行をやって問題持ってきて何でこれ「帰れません」っていうかって言ったらあの間違えてる個数しか私教えないんですよあの持ってきて15枝解いて持ってきてバーッと確認してうん2つ違うよって教えるだけなんですねでそれをまたあのやり直してもらうんですよだから結局1枝間違えてても5枝間違えてても15問全部見直さなきゃいけないんですけどって、うん、いう形であのやってもらうで2回目以降は条文見ていって言うんですね ジョブ見てていいよって形でただ1回目はちょっと自分で解いてみてねってやってるんですけどこれって受かる人受かる人はその帰れません方向をやるとあの例えば5回帰れません方向をやって2回ぐらいね全問正解しないんですよそれでもでも2回ぐらいは全問正解でまあ2回ぐらいはちょっと一問違うよとでちょっと調子悪い時は2問違うよって時あるんですけどまあせめてそのレベルですね であのほぼ必須ですこれがでそのタイミングでやっぱり15枝中4枝違う5枝違うっていう人はあのほぼほぼ受からないですその年の担当見てて。でもうこれは例年そうで,で、まあ、担当会合とかその講座やる時に言うんですね最初で。 でそうなるからそうなったら焦って勉強してねって言うんですけど往々にして4枝5枝間違えると焦らないんですよ。<laughs> で毎回間違えて持ってくるっていう「うんちょっと頑張れよ」って言うんですけどでやっぱりあの今年もあのな何か個別そうな抜けてる方でやっぱセンス足りないと32点33点だったって話がいて、まあ、あれだけ間違えてればねって話になっちゃうんですよねで。やっぱ言った通りになりましたねみたいな感じで来年変えていかなきゃダメだよって話をしてるんですけれどもやっぱそれぐらい担当のだって実は大事なんですね。 で皆さんがあのパッと見てあの溶けてるかどうかっていうのがあの難しいですよ判断。でえとちょっととびとびで申し訳ないんですけどあの7ページのところにちょっとレジュメで書いてあるのがこれ何の話かっていうと過去問って結局やった時にあ間違えたと思ってやり直しを皆さん当然するんですね。で すごく大きな前提って皆さんが、まあ、誤解はしてないんですけれども違う前提って分からないことって基本ないんですよ皆さんもいいですかあの全く分からないことっていうのはもう皆さんないです多分ここのガイダンス来てる方は。これ、ね、謙遜とかそういう皆さんおだててるわけじゃなくてどういうことかっつったら解説すれば分かる絶対。っていうレベルなんですよもう。 解説読んんんででも分かんないいいってて一番最初思い出してしほすよ入門講座に通ってあのまだキラキラした頃ですよレックのガイダンスに来て何、ね、<laughs> とか受かるぞと思って来たですねあの入門時代のことを思い出してほしいんですけど初めて担当の過去を見た時って割と分かんないだからじゃないですか解説見ても何言ってるか分からないと何だ何だ防衛報省で何かこれ回復するって何の話だとかえ何この審判不正使用審判の何主体って一体何の話だみたいな形で結構解けないのがあるんですよ解説読んでも分からない。 でもこれがもう残念ながら皆さん1年2年3年ってやっていくと何回も過去問やってますから間違えようが何しようが解説読れば分かるんですよだから模試も一緒多分当連とか模試で成績悪かったですっつっても解説読んだら分かるんですねあだからか×かだから丸だっていう論文もそうでしょ論文の過去問って書けない本詞の問題書けないレジメあの当連書けないと言ってもレジュメ見たら分かるじゃないですか何言ってか分かんないって時々変な判例出れば分かんないかもしれないけど通常レジュメは読めば書いてること分かるんですよ だから分かんない知識っていうのはもうないんです皆さんの中ではだから私まだ勉強できてないわインプットしなきゃっていうのはそれは勉強法としては正しくないです実はってなった時にじゃあ何が足りないんだと言ったら結局過去問で間違えた今言ったように間違えた時に本来ここの内容を理解しなきゃいけないにもかかわらず人によって理解度が違ってくるんですよこれで A さんはまあまあほぼほぼ理解しようとしてるわけだ本来ここまで理解しなきゃいけないけどまあちょっと足りないけどでところが B さんって この人は、あ、私はこれで理解できた、ね、解説読んだ、あ、そうね、これバツだと思っても。実は本来理解すべき内容を理解できてないんですね。担当で、丸とかバツだっていう答えを出すことに一生懸命になっちゃって。結果的に、その条文の理解とか、内容の理解っていうのができてない。で、もっと言ってしまうと、その丸なバツだと言ったときに、間違えるじゃない。当然担当ってのは間違えるのが当たり前なので。で間違えたと。ね、自分は丸だと思ったら、答えバツだった。で、解説読んだと。 ああこれそうかそうこうこういう理由で罰かとあ,あ確かにそうだよねえっ、ー、とこれ135条は真決だから審判長じゃないかとあじゃあ,まあ罰だった間違えた間違えたって言うんですけどなんで自分は審判長と思っちゃったかっていうとこがすごく大事なんですよ勉強ってだって審判長だと思って丸つけちゃったわけでしょでそこの原因を突き詰めないで単純にあ解説読んでこれ条文真決だからあ間違えたはい次ってやっちゃうと次またしばらく経ったら解けないですこれは。 だからそこを繰り返しやっぱ繰り返しやることによってあのしっかりと理解を深めていくってことがあのすごく重要なんですねうんやり方としてはだからそれがもう人によって全然違うっていうこの式位置がだまずはここに上げていくっていうことなんですねでまあちょっと今日の話にまあ絡んでいくんですけれどもまあパターン一というところでまあ知ってる論点問題の思考停止とまあ知ってる論点問題っていうのもちょっとまあ微妙なんですけれども要するに何をこれ言いたいかっていうと過去問 ではは出ててるんだけど過去問時でできてたとでも本番になったらできてないっていうパターンですい、ね、いやおかしいな過去問題俺もっとできたのにで、まあ、ちょっと下今年の過去問これ持ってきてますけれども例えばこの問題ですね30年の、えー、特今年の13問目というところで、まあ、割とこれが間違えた方が多かった問題なんですけれどもこれ何書いど、えっと、22%の人がこれ間違えた問題ですよね。 で結局これ何が問題だったかっていうとここですよね特許維持すべきの新決の確定決定後に再審っていうところが、まあ、これが違うということなんですけれどもこれって過去問で例えばもう28年ですよの直近の問題で特許権の申し立てにおける確定した取消し決定に対しては参加人は特許権者ともにする場合でなければ再審請求することはできないっていうことで、まあ、この171条自体は出てるんですね。 でこれ171条っていうところで見てるのは多分こっちに注目をしてるというところなんですけれどもこれちゃんとここは条文で聞いてるわけですよ。特の申立における確定したとり消し、ね、取り消進決っていうところは出ていて過去問題だとして。でこの時に条文を確認すれば確定した取り消し決定についてっていうことが書いてあって。 でここでちゃんとリンクすするはずなんですよところが今言った問題の答えだけを出そうとする人はもうここは見ないのねほとんどだせっかく本試験で今まで過去問で勉強してる範囲でやった十分にもかかわらず間違えちゃうそれはなぜかと言ったら十分見てないっていうことになるとだから過去問よく私言うのは過去問を勉強しちゃ駄目だよと。 過去問でで勉強しなきゃダメですよって、まあ、音を出たで全然違うんですけれども結局過去問を題材とかね教材として十分しっかり理解するってことをやらないと結果的にはちょっと違うところ出たと言った時にまた間違えちゃうとああ違っちゃったよねとそれじゃあちょっと困りますよね。そこの精度を上げていかないと本当にまた1年ってなってしまいますから。 でしっかりそういうい、ね、過去問をあの勉強すればいいっていうわけじゃなくてそれを含のためには、まあ、それまで言ったら過去問の理解度っていうところを上げていくと、うん、でどうやって上げていくんですかといったらさっき言ったようにやっぱちまず間違えたときには何で間違えたかっていうところをしっかり突き詰めるっていうところが大事ですね単純に間違えちゃったら流すんではなくって何で間違えたのかっていうのをしっかり詰めるというところがまず大事それからもう一個は法文書をしっかり見る ということが大事ですねやっぱりね直前になればなるほど例えば過去問を解くことにあの結局時間を割いてしまって条文を見ないんですよ171条とかでも分かってからで解説を言えばそこそこ分かるからあのいいやいいやって形であんまり条文読まなくなっちゃうんだよねだからそうするとどんどんどん条文から離れちゃうでこれ実は論文も一緒ね論文の勉強なんかでもレジュメに終始しちゃってもう条文読まないんです で今日ちょっとあの自分のゼミ生と話したときに去年あの小玉何失敗したのをつっ,ったらまあ小玉ちょっと失敗したという人がいたのであの四条以降十七号の問題が出たときに領事判断っていうのを落としちゃったとでも担当免除だったのでまあいわゆるもう両字判断とかっていうのはあまり論文出ないので結局うっかり落としちゃったっていう話を増してたんですけれどもでもそもそも領事判断の条文自体は論文に出てるわけですよ四条以降十五とかでその時になんで四条三項を見ないのっていうことになるわけですよね。 ちゃんと条文あ43項だってね、で条文番号、時々違ってるから <laughs> <あの笑>確認しないと後で43三項あ、いいですね、その要は43項であれば、はとこなくっていうのが分かるわけだから。で、論文やっぱやってる人って、レジュメで終わっちゃうので、あ四条1個、10号だから、領事判断で43項ですよねって終わっちゃうんですよね。だそうじゃなくて、やっぱちゃんと条文を確認するってことが大事で、で多分、文を見てれば、17号とかっていうのが目についたんじゃないのっていう。 話をちょっとさっきしてたんですけどでまさにあの担当組も一緒ね担当の受験生も一緒で問題のバルバ〇に注力いってしまって情報見なくなくっちゃうんですよだからそこをしっかり丈夫を見るっていうのはあの今年は意識していただきたいなと来年に向けてですね。うん、で特にあの私よく言うのはその来年に向けて何を変えるっていうのを明確にしないと結果は同じですのでより具体的にね。よくあるのは来年こそ頑張ろうとか。 あの来年は間違えないようにしようとかそういう抽象的な目標っていうのは実現できないんですよこれは。うん、よくまあ仕事の会話で、まあ、私事務所とかでも他の人とかに言うんですけど見てる時に要するにミスをしないようにしようとさってこれはミスをするんですやっぱり人間っていうのは。で忘れないようにしようとさって忘れますしだから具体的に何をするかっていうことですね来年に向けて今年と違うの。今年情報を見てなかったのであればやっぱり来年は情報を見ようっていうことをする必要があるんじゃないのかなというところですね。でそれが一つつ目でつ目二 というところでじゃあその条文の話でそもそも条文がまあ分かってたんだけどあの間違えちゃうっていうことですよ。での思考停止で今言ったように結局過去問をやってる時、まあ、同じ話になってしまうんですけれども過去問をやってる時にあの条文にしっかり戻ってないってなると頭の中に規定が思い浮かばないんですね。うん で例えば今今回は商標の7ですかね今年の商標の7でこのまま結構これも正当率が低かった問題ですけどこれ51%ですね正当率ね、うんまあ、半分ぐらいしかできなかったと。で誤っているものはどれですかというところで、まあ、これ2乗参考7号の問題なんですよねでインターネットを利用する語学の教授の駅務の提供時に顧客のコンピューターディスプレイの映像名に表示されるインターネット上の表紙 を表示する行為はと顧客のティ、えー、コンピューターディスプレイに表紙が表示されることになるので,でその後ですよね意務の提供にあたりその提供を受ける者の,の当該意務の提供にかかる者ののに表紙を付する行為に該当する付してないですよね二条三項ぼうっていきなりこの画面になっちゃうんですけど今この状態なのよ商標を表示してるだけよこれ付してるっつったら私画面切り替えてもずっとレックってこの辺出てますから。 これモニターにペタッて貼っちゃってる場合はね邪魔くさくてしょうがないですから,だからこれあくまで画面に表示してるだけなんですよだからこれ付るっていうのはあのおかしいよねっていうことになるんですけれどもこれって実は28年でも出てんですよここ二乗三項七号自体は。だから20、まあ、さっきも20たまたま28年でしたけど28年の過去問やってれば二乗三項七号の条文ってしっかり見れてるはずなのね。にもかかわらずやはり間違えてしまうっていうのはあの条文の知識っていうのが まあ、なん,てうんですかね、曖昧になってしまってるっていうのと、やっぱり理解が伴ってない。今のところであれば、今ちょっと私が説明したように、そもそもモニターに表紙を付するっておかしいんですよね、これ <laughs>。あの、こう、繋がっていかないですよ、文章として。やっぱ表示しなきゃおかしいんじゃないのっていう。だから、そういった意味での条文をちゃんと読めてたかなと、もう単純に条文の文言だけを追って。うん、あ、あの、これについては、ここのね、部分について、まあ、表紙を付するっていうところで。これ、まあ、普通に言えば、二条三項ですよね。 7号だとこれ違うわけでしょやってることがここの条文だけだそこまではあの消費を確かに消費を不する行為なんですよね。にもかかわらず7号だけやっぱり違うわけですからこれ違うよねっていうところをまあしっかりと押さえていただかないとあの実はダメなんですよねここ読んでいてそこのところの詰めがやっぱり甘かったということになるのかなと。 いうことですね。で言ったときに結果的にはその勉強ってま2年目以降になってくると一個一個の条文を追ってっても実は頭の中に入らないんですよ。だからそれぞれについて何でその条文があって、まあちょっと右側。まあちょっとあまり説明しないですけれども、これよく私が出願公開の話を説明するときに使、まあ、この図は使わないですけど、よく話をするんですけど、出願公開。 っていうのは、まあ、なでするんですかって言った時に、出願公開の条条文って。実は三つあるんですよ。で、いきなりとうとうすると、わかんないですよね。何かしたら、出願公開が要件になってる。関連する条文というのが三つあって。で、何かって言ったら、保証金請求権の行使っていうか、行使できるのが出願公開後。ですよね。で、それから、優先審査の開始についても、これ出願公開後。で、あとは、えっ、ー、と、二十九条の二、まあ、ちょっとこう出てないですけど、二十九条の二っていう地位が得られるのが出願公開後。 ということになるんですけれどもそういう複数の規定を頭の中でつなげるような勉強をしないと実は2年目以降とか3年目以降については十分頭の中入っていかないんですね一個一個が、うん、要するに逆をやってんのよみんな補償金請求権の要件は何ですかとか優先資産の要件は何ですかってやってるけど結局それって要件を覚えてるだけでだなんで出願公開が要件なのって言ったらこれ模倣を防止するための規定ですよね出願公開によって真似されたら困るだからそこを担保しましょうって話ですよ で真似されたら困るんでじゃあ何ですかって言ったら一つは補償金請求権っていうところで、まあ、特許出願人を保護しようとでもう一個は早めに権利化したいよねと要するに相手に模倣されたからっていうところで優先審査があるんですねだからこの2つについては出願公開が要件で肉のにはちょっと違うよねあれはまあ巡行地とか拡大洗顔っていうのが趣旨で、えー、と出願公開に絡めると巡行地かな巡行地の方が趣旨になってくるのでちょっと離れるんですけどでそういった意味ではその出願公開っていう要件から逆に条文をしっかりたどっていくと。 でそもそも出願公開制度っていうのが、まあ、特許と商標であるわけですけどこれ位置づけが全然違いますよね商標に関しては結局出願公開がやりたいんじゃないんですよこれ金銭的請求権やりたいんでしょ商標ってそもそも金銭的請求権っていう形で出願中だってもう保護したいとでもいきなり権利行使されると困るからじゃ出願公開することによって 要するに第三者に対して警告をするっていうか,、まあ、ですか第三者がそれで回避できるであこんな所有が出されてんだったらうちはやめようと思うために出願公開が入っているんですよだから金銭的請求権が最初でそれに対して特許は逆でしょこれ発明を公開したいっていうニーズが高いんですよね。うん、否得化させるって目的ではないとなると発明を公開させるのが目的なので今度は出願公開ありきでだ出願公開さえちょっと真似されるからじゃ保証金請求権制度を入れましょうっていう。 そういう複数の規定をやっぱりしっかりつなげて理解していかないと覚えられないし忘れちゃうしっていうことになりますからそういうい条文レベルでまずしっかりとの辺が多分できていると、まあ、本番でもあまり思考停止しないというか、ね、ああの条文はよくわからないとわかんないんだけれども、まあ、確かに意味を考えればこうだよねっていうことで答えは出るのかなというところですね、はいで。最後の3つ目というところでその条文とか青本以外っていうところの規定ですね。 まあそこからまあ出てくる知識ということでこれ私がよく言ってるのは PCT ですね解き方としては。で PCT に関してはまあこれは正答率高かったあの問題なのでまあぜひできてほしかったんですけどまあこれ3番が違うという問題でしたね。でまあこれはもうあの見た瞬間に分かるぐらいの問題ですよね。でなんでこれ3番が違うのかって言った時に PCT っていくつか基本的な考え方があります。 で一つの基本的な考え方として国際事務局ですねこの国際事務局って何者なんですかっつったら複雑な手続きをいいろろややってくれるやつですよだからいろんなものを書類をあちこちに送るとかっていうのは国際事務局の仕事なんですね国際調査機関がいろんな国に書類を送るっていうのは面倒くさいって考えてますのでの国際事務局に対して国際調査報告が送られるっていうのはこれはオーソドックスですね。 オーソドックスまあ,あのその後国際公開されるっていうのも当然目的としてはあって国際公開は国際事務局がやりますから、まあ、それ自体は一つの理由でもあるんですけどもう一個はえ国際調査報告ってこれ二重城争達される書面でしょその後出願書類とかって二重送達って各指定国に行きますからそういうのは全部国際事務局がやるんですよね。というん、ってことは国際事務局がやりますよとでこっちはいいんですけれどもこれその後ですよね。 出願人に送付すると誰がって言ったら国際事務局がってなってるんですけどこれはありえないですねでなぜかと言ったら出願人お金出してるから早めに書類が欲しいんですよで早めに書類が欲しいってことになると国際調査機関って国際事務局に書類を送るんですけど合わせて出願人にも送るんですねで書類っていうのはこれ基本的にはあの国際事務局とかに送る場合は出願人にも合わせて送ってますねフロー見ると なぜかといったら菅義を早く知りたいからということさえ分かっていればあのこういうです、ね、国際調査報告を国際事務局に送って事務局が菅義に送付するというこのフローは間違いだというのは分かります。で多分これ解説を見ると実際過去問しで出てくると例えば PCT 何条とか規則何条によりってなるんですけれどもあのその理解をしてると PCT は解けないですねやっぱりなぜかさ規則全部覚えるわけにいかないということになりますので、まあ、そういった意味ではその意味っていうところをしっかり理解していただくと。 いうこととといいううここなるで,す、ね、でその来年に向けての対応策っていうところでここの,です、ねまあその3番ですねあの分からないパターンを取得しておくというところなんですけれども自分はよくここを重視するんですけれどもあの本詞の問題って分からない問題が出たらどうしようっていうふうに考える方いるんですけど分かんない問題だらけですよ。今年も分かんなかったでしょやっぱり <laughs> 解いたら、ね、あこれも分かんないあれも分かんないで分かんないイコールじゃ解けないだと困っちゃうじゃない。ねえ。 分かんんない問題出まました、えー、じゃあ解けませんでしたまたま来年とかいかないんですよねで例えば40点45点取れてる人が全部分かってるかっつったら分かってないですよこれ。でも正解は出せてるんですよ。でこれ実はすごい大事な考え方ねあの正解を出すことが大事なのであの我々は例えば速報会とかで全部根拠言ってますけどこれ何とか何とか出してますけど皆さん根拠いらないんだから,だからそういった意味ではあの答えをしっかり出せる力を身につけるってことが大事でこれは合格後もそうなんですよ。 で今一生懸命皆さん勉強してますけれども通常は便利試験の勉強してる時がピークなんですよ。便利試験の知識量って一番のピークって担当受験生なんでただもうそっから <laughs> 受かったらどん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 知識なくなっていくんですね残念ながら。でなくなっていくんだけどじゃあ便利士が何も知らないからって言ったらそんなことないんですよ。で実際今年に、えー、と担当免除組ですかねいわゆる論文組というか私言うんですけど論文組の人に今年の問題4歩を解かしてるんですよ何人かゼミ生とかに。で溶かしてると割と皆さん8割ぐらい取れてるんですね。 全員とは言わないですけどただまあ悪くても特許で14とかだったかな確か消費、うん、はさすがに難しくてでも商標もやっぱりあの4点とか5点は解いてるんですよ論文組みって担当の過去問解いてないわけですよ全然。担当の過去問解いてなくても、まあ、それだけ解けるってことは何かあったらやっぱ十分しっかり理解できてるんですよね だそういった意味ではやっぱ十分さえ理解できれば点数は取れるはずですから、うん、まあそこの理解をどうしていくかっていうただ単純に表面上の理解じゃなくてやっ、まあ、本当の理解っていうところをしっかりしていただければ来年はね45とかいい点数で合格できるんじゃないかなと思います。ちなみに今年はあの著作ご機は若干優しめです下三歩も若干優しめなので来年はちょっともっと難しくなるとは個人的には思ってますのであの下三歩で点数を稼ぐっていう考え方はやめた方がいいです。 やっぱ少なくともやっぱり4法でえと少なくとも7割できれば8割はあの取った方がいいかなと思いますのであのその点を死守するように頑張って頂ければと思います、はい。というところで私の方は終わりにしますのであとは後半宮口先生の方にバトンタッチということですね。はい皆さんあの今日はね、えー、土曜日ということであの休みのところおいでいただきましてありがとうございます。 それであの今日のガイダンスというのはねあのテーマがあの本試験で思考停止を防止する3つの方法あということでねあの前半馬場先生あのお話しいただきましてで後半が、まあ、私今からやるんですが、まあ、主に論文ですね。うん、あの論文であの思考停止というのはどういうことかというとね例えば去年のあそうだ私レジュメがございます。ね えっともうね結論から言ってしまいましょうあの例えば時間がなくなって、ね、あの慌てて言うのもなんだから余裕のある今のうちにもう私が言いたいことはもういかの3点なんですよ、ね、でも3つの方法ってありますから3つ挙げてさせてもらいました最近のね論文の問題って長いでしょう、まあ、問題文が、まあ、だからねあの常識の逆を行くんですが上から読んでいくのではなく説問から読んでいくこれがまず最近の問題の あのコツですね、ええ。上から読んでいくとね。集中力が途切れるんですよ。あ,あそれぐらいだったら逆に最も聞きたいものは何かというのを照準を定めておいてで、それだけ読んでも多分わからんのですね、ええ。例えばその出願系なのか、侵害系なのかぐらいはわかるけど、その結局どういうシチュエーションなのか、は上から読んでいかないとわからないんだけど、まず設問から読んでいくことで。 どういう点に注意をすべきなのかっていうのが分かってくるわけよ。ええ、例えばこういうことです。説問文にね「こうから警告を受けたオツが取りうる措置について述べよう」と異常の説明においてみたいなのが説問1に来た時はあこれは侵害刑のあ被告パターン警告バージョンだなっていうのだけは分かるわけ。うん。でもあの結局あのオツに戦勝権があるのかとかね あるいは技責任に属しいのか均等論なのかとかねそういうことは一切わからないわけ説問だけ読んでもだからそこで初めて上の方を読んでいくわけですそういうふうにしていった方があの大把握ミスを防げるでもう一つはねあの下から読んでいった方がちょっと見ましょうか去年のあれでいくとはい去年の過去問ですこれ平成29年ねだからあのね俺の取り組み方はまずこうなんですよ ちょっとピンクの蛍光ペンでね例によっていつもの。<laughs> 説問ってこれですよ。で上読まない。ね。はい。出願 B の出願 B が国願 B として認められるためにはどのような手続きをしようか。ね。ほら。うわいきなり出たかこれ特許法の問題じゃねえぞ PCT じゃねえかと。<laughs> それで根拠とか言ってるからまあ理由やね。緑でいこう。 根拠規定を答えようと。根拠規定ね。でもいいか。ちょっとあの限定があるぞ、えー。それは特許協力条約のですよ。特許協力条約の規定なんだね。うん、うん。うわー、これ特許法の問題じゃねえじゃんと。 恐るべきですよねだからこれはっきり言って上の問題見なくて結構です結局国際出願が認められるための要件を規定した条文を説明すればいいんだからはいつまりはいちょっともう答え見るぜはい答案見てください守りの答案でいいです、ね、これあの攻めの答案もあるけど守りの答案だけでいいからねまずねあの守りの答案見ると はい、9条、縦はい縦、ねはい、出願人が国際出願をする資格を有するものであること、ほら結局、ちょっと赤で、四角で囲むけど、ね、これを出してほしいと、PCT11 条、のポツね、はい、で2位、えー、国際出願が所定の言語で作成されていること、国際出願に少なくとも次の門が含まれちょること。ね はい、でちょっと条文を囲むからね1ポツ21のポツ3ねでポツ3にあのいろいろあの ABCDE っていうのがあるからはいちょっとオランゲで塗ってくれ1 2 3 4 5ト五5はね一緒に書いてるほらカッコ3のあポツ3には ABCDE っていうのがあってそれを海外年化してるっていう意味でちょっとオレンジで塗ってみました これででいいわけですよそれでこの年にあの落ちた人のあれいうね典型パターンはいちょっと上にメモしてはい黒岩法のみ書いた人はアウトですこれね下手に実力のある人がやっちゃってるミス。 これね、下手に実力のある人があの下ミスっていうのは実は俺自身もちょっと危なかったんですよ、うん、あのなぜ危ないかというとね、うんまあ、俺はあの最初はあのな,なるほどね国民認定要件やねと思ったわけよでちょっと上の方を見たわけそうするとまずね主語が日本に住んでる子なんですよええー、それでねえー、っと待ってくれよ 外国語書面すが、A、ねそれでえー、っと「胃、e、について出願する手続きを受けた」「オツはこれらの国へのパリ優先権書を伴った出願をするため英文明細書を作成進めていたところあの29年4月28日にこうから A の明細書にさらに別の実施を追加して日本国に A を基礎とする優先権書を伴う英語による B をする手続きの依頼を受けた」ってあるじゃん。でもね 結局ここにまた日本国においてとか何か書いてるわけよ。ねということは日本人が日本国において出願をする。ということは入ってくる出願じゃなくて日本から出ていく出願だろああ出ていく出願国願法じゃないですか。ね 日本から出ていくのは国岩方だろおい日本から出ていくのは国岩方やろねえで入ってくるのは何だっけ入ってくるのははいこちらの方わかる入ってくるのは <laughs> はい入ってくるのはおい,いやよしですねだからこれ出ていくから国岩方と思っちゃうわけよだから実力のある人は この根拠条文を国願法で書いちゃったんですアウトだから俺は言うよね説問文を読みなさいとそしたらやっぱり特許協力条約のって書いてるわけよねだからここで国願法を書いたらアウトだねっていうのは分かるじゃんほらだから説問文はよく読めと逆に上から読んでいくと失敗するぞとねっ分かった、はいじゃあ次 じゃあ今度はね、えー、っと、ちょっと待ってな、あーはーはは、はい、これ、大把握のための努力を惜しまない、ね今日のポイントの2つ目、大把握のための努力を惜しまない、これはどういうことかというと、ね、あのー、俺がよく、ほら、蛍光ペン使いなさいって言うじゃない、論文では使っていいんだからね、で右脳と左脳の割合、これ50対50で稼働させ、 直感的理解と論理的理解により大把握ミスを撲滅させることができると直感的理解これを大事にしたいインスピレーションって言ってもいいねああインスピレーションこれ大事にしてほしいんですよあのねこれはねどういうことかというとあの担当試験なんかでもねよくあることなんだけど○丸か×か迷う問題って絶対ありますよね。 最初にこれは罰だろうと思って罰にしたで後から見直して丸にした大体間違うんですよ最初のインスピレーションの方が合ってる確率の方が高いんです論文でもそれは言えるんですよはい次の説問でそれをね検証してみたいと思いますはいじゃあこのね特実の,あの1のね括弧に見てください皆さんね29年6月1日に 国際調査報告を受領した後あ国際段階において、えー、B について法正をすることができる機会とその内容について、根拠となる、またほら、ちょっと緑を塗ってくれ、根拠条文、根拠規定だね、ええ、で、ちょっとオランゲで塗ってくれる、またほら、特許協力条約の規定ですよ、特許法を聞いてないんですよ、恐るべきことに。 特許協力の条,条約、特許協力条約の条文を聞いてる、本当に恐るべきですよね。はいじゃあ、ちょっとピンクで塗ってくれよ、はい国際調査報告受領後ね、出願 B について補正できる機会と内容、はいで皆さん、インスピレーション、はいインスピレーションで何条聞いてる、これ、はい一番前の、あ後ろの女性のあたり。 ちょっとパスネットでいくはいじゃあこちらの方どうよ国際調査報告受領後ですよちょっとパスネットはいじゃああのはいお十19条制そこでねちょっといいか34条制どうするよちょっと34条制書く書かないこの問題出た時に自分だったら自分はちょっとええかあ もうちょっと迷うけど、もう後のことを考えたら書かなほうがいいんじゃないかと、なるほど、ね、これね、ちょっと皆さんね、あのもう実力のある人はもう PCT19 条制、あの誰でも知ってんだけど、ちょっとわからん人は法文集持ってる人はね、特許協力条約の19条ってやつ見てくれ、俺も見ようかな、あ俺、法文集持ってきてないわ、まあ、俺はあの頭の中に入ってるから、国際調査王国受領後って書いてないか。 ちょっと見てくれよどうですかね、じゃあの一番後ろの人、ジェイソン・ステイサムにちょっと似た感じの人、何て書いてるよ、ちょっと読んでください、19条 PC というのを読むだけでいいんだから、はいかっこ1だけでいいです。受け取った後はい所定のキャンナーに。うんはい はい、そうですで、えー、国際調査報告を受け取った後所定期間内に国際事務局に対して請求の範囲について1回に限り法制することができる、まさにこのシチュエーションじゃないでも、前押人はこう考えるわけよ、国際調査報告を受け取って、その結果次第では、国際予備審査報告をさらにする必要もあるかもしれない。 ということは PCT34 条補正も書く必要があるのかないのか迷うよねでもさっきの人がねインスピレーションでこれはもう後のことを考えたら書かない方がましだなっていう選択肢をしたわけ俺はそれありだと思いますはいということで回答を見ようはいえー、っと4ページねいいかあのー、はいこういうふうにピンクで塗っておるよ国際調査報告を受領した後と 国際段階において B について行うことができる法制は19条法制であるとほらやっぱり PCT19 条制ねで理由付け先行技術の際を明確にするために行うとでしょはいで機械と内容あこれあれか機械と内容を聞いてるんだねほら機械と内容だからそう皆さん 見出ちょっとこれも回いてねえー、っとねちょっとあの、えー、ごめんなさいあの1ページのど,どっかに、えー、縦3の下でいいわうん見出しの立て方がうまい人が、えー、合格しやすいと。 これは間違いないなです、ええ、じゃあ見出しの立て方のコツはやっぱりね聞かれてることがまあ説問に書かれてるからその文言をそのまま見出しにするんですよ、ええ、だからね今の問題はほら「機械」と「内容」っつってんだからねだからやっぱりその通りで「機械」と「内容」という見出しを立てるそうするとやっぱり採点する側も採点しやすいよね はい、で一応ね、これは担当の知識だから、やっとこう、ね。国際調査報告送付の日から2ヶ月、あるいは優先日から16か月、はい、遅く満了する期間内、ね、これ覚えておいてくれよ、PCT19 条制は調査報告送付日から2か月、あるいは優先日から16か月、遅い方まで。OK。はい、で内容、内容はね、 2行目アンンダーライン出願時における国際スガンの開示範囲この辺はほら入門講座でもねはい17条の2特許のね普通にあの補正するときにどの範囲でできましたっけはい一番前の人普通の特許スガンで最初の範囲つまり外願書に最初に添付したメッセージの範囲やね PCT でも似たような感じやほら出願時における開示範囲これですよ ねえで今度はね、攻めの答案見てください、はい、次の6ページ、ほら、これは迷ったあげく書いたというパターンですよ。ねえ、見てください、ほら、19条補正、ねピンク、で、黄色、3条条正、これは両方書いた人のパターンですよ。ね、でも見てくださいよ、この攻めの答案の最終的なボリューム、見てください。 すげー多くねすごいやろだからこれはねある意味自滅行為なんですよだから私はね,ね「迷ったら書かない勇気を持て」っていうのも書き,書きたいなあのどこへんに書こうか一番上でもいいわ、ね、あの迷ったら書かない勇気を持てと。 特に特日ねえーっと、な特ぜ特、ね、かというと時間がないんだよ、特日は。衣装消費は90分もある。特日はあの2問で2時間。ということは1問当たり60分ほら、時間がない。迷ったら書かない勇気を持てだから俺はこの守りの答ーンで十分だと思う。 ね、あはいじゃあ今度はね設問34文ね、はい、問題文出願日を日本国内に移行させるに際して行われる手続きはいまず一つ目ねあなんだ国内移行手続きかと、うん、それで2における補正がされていた場合の手続きえー、っとねこれはどうしようかなこれは、えー、オレンジいいかなオレンジいいわはい。 えー、2における補正がされていいた場合の手続きはい、で今度は「青レンジャー」はいその手続きを行わなかった場合にどのようになるかはいここでね皆さんよく考えてくれ合否の分岐点なんですこれね説問2で19条補正と34条補正を書いていた人は説問3もその両方に対応しないといけないんですよ。 説問にで19条補正だけを書いた人は、設問三もそれだけでいいんです。ねはい、じゃあ答え見ますよ。はい、ということで、国内移行手続きはオーソドックスに書手本です。はい。えー、ピンクで見出しを塗って、はい、翻訳文の本、国内書面の書、手数料の手、本書手ですね、おなじみ。本書手ですわね。ええ。 設、えーえー、問1、2の補正がされていた場合の手続きね、これはね、はいえー、っとねちょっと待ってくれよ、はいえー、当該法制後の翻訳文を所定の期間内に提出する必要がある、で提出すれば19条法制後のあ請求の範囲の翻訳文が36条2項の特許請求の範囲と見なされると。ね 補正後の内容が権利範囲ですすよよって言ってて言るようなもんですで今度は青レンジャーで塗ってくれはい不定数の場合には当該補正はされなかったものとみなされるイやヨの4第7項なんですね、うん、今日あの入門の方なんかもねあの見えてると思いますんで予習と思ってくださいこの辺ねイやヨの7まだあのイやヨの4って教えてないけどね予習がてら、うん、で今度はね攻めのとは見てくださいよ これはねほら見てくださいボリューム倍ですよもう塗らなくていいけどボリュームが倍になってるでしょほら三4情報性まで言及しないといけないからつまり自分が欲張って書くとその分次の質問でもまた欲張って書かないといけないというこのいわばですねあの結果的に時間の浪費になるんですよ だかからら迷ったら書なない勇気を持てなんです、ねはい、じゃあ次の説問ねでここであのなんかね話題が大きく変わりましてはい、えーはい、外国を書面出願制度の概要ピンクで趣旨緑これなんか一番楽ですよねなぜかというと上のストーリー読まなくていいんですからもうこれだけで完結でしょだから説問文だけ読めっていうのはまとえてるわけですよ もう上読まなくていいじゃないですかこれだけねはい早速あ,のあれ守りの歌見るよで概要ははいピンクでこの程度でいいわけです。ね定義 <laughs> このぐらい書けるわね皆さんあ,あでシュシュはミドレンジャーで塗るわねでシュシュはねちょっとあの時間の都合上あの右のページの5ページアンダーラインのところだけ見ればいいです。はい パリ優先期間満了前に特許算をする場合には翻訳文作成期間がほとんどなく、はい、当初明細書等に記載された事項を追加できないため外国の記載内容をもとにその誤訳を訂正できないなど発明の適切な保護が図れない場合があったとこれすなわち最近の問題はね必ずこのどの法域においても 一行問題的な要素が、あのー、取り入れられています、ね、だから課題としては一行問題に強くなることが合否の秘訣なんですよ。<laughs> ね、じゃあどうすすればいいかですよね、うんまあ、一番はその入門の段階から意識して、あのー、もう入門講座からね私もほらテキストの趣旨 あのレックのテキストでよければレックのテキスト見るしあのダメだったらミアレジを見てるじゃないですかもうそういうところからもう本試験を意識してるということなんですよで中上級だと今度の新しい講座はですねちょっとあのごめんなさいね講座の線でも若干入りますがあのちょっとえっとね待ってくれよテキストテキストじゃないわこのパンフレットのねあこれだ あの中条機能書ね、このパンフレットが手元にあると思うんですが、これの37ページを見ますとですね、こういうスケジュールになっとるわけですよ、ええ、ほら、趣旨対策編という、ね、で、事例対策編と、ちょっと色分けするとね、ほら、趣旨対策編があの、まあ、7月の下旬から始まって、9月の23日に終わるんですよ、これ、どういう意味が込められてるかというとね、ね。 まあ、あの担当に受かって論文試験を受ける人もいるじゃないですかそうすると論文試験終わってですね自分が論文に受かってるかあの落ち受かってるか落ちてるかというのは担当と違ってあのボーダーラインがはっきりしないじゃないですかだから自分では受かってると思って落ちる人もいるし落ちてると思って受かってる人もいるわけよそうすると口実の勉強も必要だし論文の勉強も必要だね でで俺ののやるこの論文思考力講座はどっっち転んでもいいようになってますほらまさにほら9月23日論文の合否の発表のね、えー、日の前日かその次の日ぐらいですよそうじゃないですかそうでしょだからここで受かった人はもう卒業です、ね、受かった人は以下出なくていい合格者返金制度もあるそうでしょ どうあのだめだった、私は引き続きねあの、事例問題対策、こうやってね、年末までやるわけですよ、こうやって。ね、事例問題、結構本格的なものをやっていきます、本試験レベルのものね、はいで、その一方でですね、ちょっと右,右対策見てくださいね、えーっとねえー、っとこの答案構成編っていうのがあるんですよ。で、これは、あのー、全部で6回あるんですけど、 あのどういう進め方をするかというとねこれは毎回毎回回特実衣装ですちょっと書いてくださいねあのまあ受けようとしている人はこれね毎回毎回特実2問ねそれから衣装1問ねそれから商標1問これをあの6回繰り返すとだからまあちょっと本試験の感覚でいけるわけですよ。で予習は事前にやっときますから皆さんが私が残りの3時間で解説をしていくと。 三時間ありますから、あの、ね、皆様が、あの。ついていけるスピードで、あの、解説できます。ね。まあ、そんな感じなんですよ。そういう、あの、中上級の講座のスタイルになってると。ね、メリハリが効いてるでしょう。趣旨対策、事例対策、答案構成対策というね。うん、ということになってゃうわけですよ。ね、一応、ちょっとね、あの、講座の、えーえー、内容も。 しゃべりましたよとはいまた本水路線に戻るということで一行問題最近はねこれが合否を決めるぞっていうところも多分にあるよはいじゃあまた問題に戻ってくれ最後の説問ねはい説問に長いよねうんでちょっと面倒くさいから俺がポイントだけ教えたるわこれね外国語書面素顔の事案なんですよで外国語書面素顔っていうのは原文と翻訳文両方出すよねうん で後から補正もできるよね。でも補正ができるのは翻訳文ですか、原文ですか。はいじゃあ,あの、ドラえもんに出てきそうな雰囲気の書。はい、ちょっとわか,からないと。ね、はいじゃあ、商標のセミプロの書、ええ。補正できるのは翻訳文ですか、原文ですか。そうです、翻訳文です。じゃあ、あの原文が補正できない根拠書も言ってください、後ろの書。 ちょっと分かりませんブン。隣の人。はい、一番後ろの人。はい、どうぞ。原文が外国を書面、補正できない根拠条文。おすごいですね !17 条2項その通りねそうです。ということは原文は補正できないと。皆さん、あの今分からなかったでしょうあの。条文でね、青で塗っとくといいぞ。それでね、いいか俺があ,のあらかじめ、ね、塗っとくからね。えー、っと、このね、 Z 部材がちょっとクセモ者なんですよはいムラムラ紫で塗ってくれこの Z 部材ってやつなうんそれからね今度は青レンジャーではい X3 材料というのを青で塗ってくれでなんで紫とか青で塗っては分かるよねはみ出してますよこれああはみ出しますわね手続き補正書で 書いてしまったと、うんうんね。じゃあよろしいですか、はい、出願 B があの審査に、えー、付与された,あ付された場合 B に対してどのような拒絶流が通知されるかと根拠となる規定の内容に言及しつつやろだから俺が今塗ったようにあの Z 部材それから X3 材料この2つが違法性があるわけです。で結論から言うと、はい、Z 部材 これ原文越えです原文を超えてる原文超え、ね、でこの X3 材料というのは翻訳文超え翻訳文を超えてるこのメリハリに気づけばいいんですよ。ね、Z 部材は原文超え X3 材料は翻訳文超えこれに気づけばあとは簡単。 根拠分を答えてもらうはい2番目の人原文越えの根拠条文はわかりますセブンはいじゃあ一番後ろの人ああそうですかじゃあえっ、ー、とはいはいじゃあ2番目の人わかりますセブンはい紫青紫の人はいじゃあ一番前の人原文越えよし 四十九条六号、ね翻訳文声はうん十七条の二第三項かっこ空きではいあと一つ条文うんはいじゃあ、ジェイソン・ステイサムもどきあ嘘わからない実力者でもわからないはいじゃあ、こちらのはいウ,ウッドツアーの人。 あワールドツアーの人はい違う違う違う17条の2三個は49条のどこに書かれているかお答えるべ。はい、じゃあドラえもんに出てきそうな人わからないはい商標のセミプロはい後ろの人はい隣の人はい一番後ろあらおさすが実力者やのねえ実力派シンガーって感じやな はいじゃあちょっとあの答え見てみようか。ということで見てくれ5ページねほらまあ,あの翻訳文超えの方から書いとるからあのブルーで塗ろうか49条1をねほら、えー、新記事項の追加やねほらこれを指摘すればいいわけよなあうんで今度は49条6をね紫レンジャーで塗るぞはいであのーえー、外国語書面にはない Z 部材だからね だから49条6号が来るとあ原文新規事項ねどうよメリハリが効いとるやろええ上はね手続き補正書でやっちょるからあのー、翻訳文が基準になるんですよ五百訂正書じゃないからね五百訂正書だったらこれも、あのー、原文越えということになるのかもしれませんが手続き補正書でやってるから翻訳文越えですええちょっと皆さんこれ知ってるか あのね補正には2種類あって、ね、どういうことかというと、手続き補正書と、ね、それからもう一つは、五約訂正書ね、ちょっと字が下手くそで申し訳ないです。ねはい、で、あこれも今日、じゃあ,あの2番目の人、手続き補正書の根拠条文は、分かります7、はい、次の人。 じゃあ福祉先生もどきはいじゃあ分からねえじゃあ,あの俺が言うわ17条4項ねはいじゃあ五百訂正書ははい2番目の章、はい3番目青紫の章、はいじゃあはい17条の2のはいその通りで手通強制書の場合にはねあの翻訳文があ基準になるんですよ ええ、で五百訂聖書の場合には原文が基準あ外国語書面ね、まあ、回答外から真面目に原文でもいいんだけど、うんまあ、原文って書いておくわね格好してそうこういうことになるわけよ、ね、だから翻訳文声ねあ青で塗ってますわねで原文声は紫で塗ってるとこういうふうにメリハリを利かしてあの答案を書くと。 ね、これはもうね入門レベルですよねどちらかというとどうですか皆さんそれでねこの答案のねまた分量を見てくださいすかすかですよこれでいいんですよもうねで次の守りの次は攻めの答案見てくださいぎっしり書いてますよこんな書けるわけないじゃないですかねだから私は迷ったら書くなという考え方を提唱していきたい でそのための、あまあ、なんていうかね、いわば少なく書いて高得点を取る、ね、もちろん極端に少なくはないですから安心してください、ね、現実的なレベルでの少なさです、うん、で、衣装消費はもうちょっとあの、ね、それはボリュームアップさせますけど、で、あ,あれ、先生、次の問題にいこうはなんか、答案構成レベルで終わっちゃってます、答案がありませんそうですね、答案がないですね。 申し訳ありませんこの辺はほら他の講座と,との絡みでねちょっとまあ,あの過剰サービスになってしまいますんでちょっと申し訳ないけどねあのレックの方からも止められてますんで、ええ、まあ,あの問題1ぐらいはねあの一応あの講座の1部分でもあるんですけど私がほら理想と現実というね講座もやってるじゃないですかああいうところであの、まあ、当案ふるに出してますからね参考にしまれてもらいたいんですけどただ問題1だけでもなんとなく分かったでしょ。 私はこの守りの答案レベルかければもう十分だと思ってますそういったレベルに引き上げていきますこの中上級でね欲張らなくてもいいキーワードさえ押さえてればいいねあの全部覚えようとするとところてんになりますよ押し,あ押し出されてあのね元からあった知識を忘れてねだからなるべくこう圧縮した知識をこう詰め込むというね そしたらあところてんみたいに押し出されることはないんで圧縮すればいいんです。ね、圧縮空気みたいにしてはいそのために私はねほら端的な表現を駆使し考える時間を稼ぐとねこれはどういう意味なのかというと例えばあの特にね入門の人なんかね今日はあのちょっと皆さんねごめんなさいね俺法文書忘れたんだけどはい101条2号を見てください101条2号に カッコ開きあるでしょ。百一条二号カッコ開き。はい。じゃあどうぞ。百一条二号カッコ開きの中身をよ読んでください。日本国内の予定広く一般に流通し、はい、て通るものを除くて書いてますよ。ね。で、間接侵害の問題が出ると対外側辺まで触れる必要があるんだけど、それをね、あのまあ真面目に書いてもいいんですよ。もちろん。真面目にね。 でも時間がないときはど,どう書きますかはい、ジェイソン・ステイサム元木。はい。あもうそのまま書くまあ、そのまま書きますでもいいですよ。<laughs> 俺はそのまま書かないですけどね。はい、どうですかどうやって書きますおお、それそれ。企画品、普及品を除くと。こう書けば、たったね、8文字で終わるわけよ。企画品、普及品を除く。ほら。 ね、たった8文字ですよ。どうですかこれ青本に書いてあるわけですよ。だから使っていいわけです。どっから吹いてあのどっからか湧いて出たような言葉じゃないんだから青本に書いたんだから。そうでしょねあのだからあそういうね端的な表現を駆使することであの考える時間を稼ぐことができるんですよ。ねだから皆さんはね考える時間を減らしたら絶対にあの大はするするリスクは増えるんだから。ね いいですかつまりこういうことだちょっとグリーンで塗るけど思考停止に陥っても考える時間が増えれば突破口を開くことはできるんですよええ最悪ですよ最悪特実で30分考える時間がかかってしまったと30分も残り30分でかければいいんですよおいそうでしょ まあ30分じゃ無理だと思うけどね考える時間30分かけても残り60分ありますからいいんですけど特実は残り30分ですよそうでしょ、うん、だからやっぱり残り30分でも合格答案がかけるというねすべをこの中上級コースではねあの身につけさせようかなと思ってますねそんな感じですわどうですかね皆さんねっ思考停止に えー、を防止する3つの方法ということで、ね、やってみましょう、もう1回まとめると、1つ目が上から読んでいくのではなく、説問から読んでいく、あとね、あそうだそうだ、ごめんなさい、あのね、えー、っと、これも言ってなかったね、えー、っとね、待ってくれよ、これは、意章法、ちょっと10ページ見てくれ、意章法でね、あの問題文長いじゃん、ね、だからこういうのも下から読んでいくんですよ、ね。 でまず、あのー、ちょっと、えー、ね、直接事項はどの辺かというと、この辺です。公から相談を受けた弁理士として公が侵害だと言われる理由、はい、侵害警告への対応について公が,が説明すべき事項、ちょっとミドレンジャーで塗るけど、根拠上、適用条文とその立法趣旨ね、ああだから措置とその趣旨を聞いてるんですよ、措置と趣旨。ああそれで はい、ちょっと青レンジャーで塗ってくれよ。ほら、これ、これ見落として書いた人いるんですよ。ほら、向こうの公弁書くなって言ってるわ。だから下の方から読めようと。上から読んでいくとね、集中力が途切れてね、これ無視しますよ。うん、書いちゃう。もう平気で向こうの公弁で、結局これはあれでしょあのー、えー、っとね、まあ、先週おけん。まあ先、まあ、先々無やね。先々無ですよ。 答えは。ね、で線、線っていうのは、選手権二29、意証法ねあ線。もう一つの線は、肉の2。はい。無は向こうの公弁じゃないぞ。向こうの公弁書いたウトやからね。これは、あの、向こう審判48条ですわ。で、それぞれ出資ぐらい書けるでしょ。選手権は何ねあ公平の検知と設備荒廃防止の観点やね。扇子側は何ねん <coughs> え 洗顔拒絶確定すがん人と抗がん権利者との利害関係の調整を図るためやねで無効審判は当事者間の紛争解決手段ほら言えるでしょで情報ら裁まで書いてしある譲渡放棄ライセンス交渉中止デザイン変更趣旨書けるかどうよ書くのはいいんだけど趣旨書ける書きにくいやろだから書くなっていうことをあの間接的に言ってるんですよ主題者はそんなね 趣旨も言えないようなものは書かんでいいって言ってるんだよ。それで書いたから落ちてるんですよ。ね書けもしないのに項目だけ書いとるから。趣旨は書けないものを書かなくていいんですよ。だからそういうところもね教えていくから。闇雲に書いたら裏面出るぞっていう話ね。はい。そんな感じです。ねあのそんなもんで大丈夫ですか時間的に。ももうそんなもんなねよしはい じゃあ皆さんね、あのー、今日はね、まあ、どちらかというと中上級向けの講座のガイダンスはあるんだけど、ねまあ、しかしあの初心者にもあの役に立つ話であったとお私は思います、ね、だからこれからですねこ,の、まあ、ここにいる人たちというのは、まあ、もしかしたらその、えー、と1か月後に、ねえー、実施される論文試験を受ける人もいるだろうし まあちょっと担当が残念だった人もいるだろうし、はたまたなんか入門のね方もいるだろうし、もういろいろだと思うんですよ、ええ。しかしですね、そのま私まあ,私、まああのババ先生前半あの言いましたけどね、やっぱりその信じてきた道をね貫くことこれがね一番大事だと何より思います。やっぱりブレてる人はね受からないんですよ。うん。 なんか一見実力ありそうだけどなんかぶれちゃってるなという人はなんかあの受かりにくい傾向がありますからね、まあだからこの信じた道をこう貫いてねあのこれだと思ったらもうねあのしもう信じてその方向であの答案もね書いていくし勉強方法もね信じた道を貫くということであの頑張ってほしいなと思います。はいじゃあ皆さんね えーまあ今日のガイダンスはこの辺で終わりたいと思います。ね、じゃあ、あの個別に対応していきますから、今後はね。はいじゃあちょっと、え締め、あもう大丈夫はいあこ,これ、通信の人も聞いてるよね、どっか他のね、校舎の人も、きょうはほかの,の校舎で聞いてる人もね、ご清聴ありがとうございましたじゃああの以上でで終わりますお疲れ様でした。